はい、というわけで駅到着です。西大寺駅に来ましたね。ここなんですよね、裸祭りの町西大寺ですね。もうこれが、ね、有名なこの西大寺の裸祭り、西大寺栄養の記念像です。毎年ね、2月の第3土曜日にやってるというお祭りです。というわけで今回はね、岡山市東区の西大寺というところに来てんですよね。もう西大寺といえばもう裸祭り、西大寺栄養なんですよね。今回ね、この西大寺にもうね、これ知る人ぞ知るお店があるのでご紹介したいなと思います。はい、こちらムルヘンの関係のパン屋さん。というわけでメルヘンとは何ぞやということで、岡山県内でメルヘンと聞けばこちら移動式パン屋を想像する人はほとんどですよね。基本的には岡山県南部が小県ということなんですけども、こちら香川県や山口県、福山市、相生、阿光、その他、給食センターでも、配布出されているようです。そしてですね、こちらのメルヘンなんですけど、決まった場所で営業しているわけじゃなくて、点々とね、これ移動販売なんですよね。結構ね、これ謎が大きいメルヘンかなと思いますね。またこのメルヘンパンにはお決まりの曲があるんですよね。というような BGM が聞こえたので、ちょっと行ってみようかなと思います。ああ、そうなんですか。もうなんか懐かしい曲だなと思って、ちょっとメルヘンの関係のお車です。おすすめってありますかね。まあ今出たところで、まあ今人気があるのはそのディプロマットっていう右から2番目のやつなんですけれども、てか全体的に安いですね。そうなんです。その学生さんが多いんで、ちょっと頑張らせてもらってるんです。ちょっとじゃあこれ、お願いします。はい、2点で200円になります。はい、というわけでディプロマットコッペパンとウインナーコッペパンを買いましたね。こちらもうほぼ100円ですね。もう学生向けに販売しているということで、こんな定価で買えるとはとびっくりしました。もういつも同じところでやってるんですか、ここで。そうですね、あの日曜祝日以外は朝6時半からやらせてもらってるんです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、また来ます。はい、無事にメルヘンパン購入しました。西大寺に工場があるので行ってみようかなと思います。これ懐かしのね、メルヘンです。じゃあ今日はね、こちらに行きます。はい、まあ、楽しみですね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、もう先に先客が、はい、すいません、失礼します。失礼します。
じゃあ。はい。こちら、西大寺駅前の品とは違いますけど、こちら、軽トラタイプの方で販売している品なんですよね。ここで買えるということです。で、なんかおすすめってありますかね？さっきのはね、あ、さっき買ってないですね。似てますけど、あの西大寺の駅前のあの販売さん、ね、いや、なんかね、生地がすごい柔らかい感じだったんで、多分違うような感じもするんですけど、こっちではなかったですね、うん、これではなかったですね。じゃあハムサラダを一つと、はい、いや、こう見るとね、値段がね、かなりお手軽ですね。で、いろんな種類のね、パンがありますね。がっつり系からこういう感じでね、ちょっとね、可愛らしいね、お子さんにおすすめなようなものもいっぱいありますね。いやー、どれにしようかね、めちゃめちゃ迷ったんですけどもね。いや、いいですね、これ。まあね、なかなかどこで買うんだって今までずっと思ってたんですけど、こういう場所でもね、買えるってのは本当いいですね。これですね。はい、というわけで今回はこんな感じでいろいろ買わせていただきました。もう気づけばね、もう1日っていうか1回では食べれないぐらいのね、量を買わせていただいたんですけど、がっつりめのね、ものからもうね、可愛らしいね、パンまでね、いろいろありますね。いや、今日はね、もうこの 食レポというよりかは、まあ、こういうとこあるんだぞという感じで見ていただけたらなと思いますね。ぜひ皆さん行ってみてください。もうこれ、ずっとここにあるんで、食べたいなと思ったらぜひここに行ってみてください。はい、というわけでありがとうございました。それでは失礼いたします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。